紫センブリは林道科の植物。センブリに似て紫色の花をつける。前奏直立する茎を持つ2年生の総本。根は分子して短く黄色をしている。茎は断面が四角形をしており、直立し、高さは15から30センチメートルとなる。ただし高さは50から70センチメートルにまで達するとも。 さらに口述のようにもっと大きくなる例も知られる。茎は黒子色を提し、上の型で枝を出す。葉にはほとんど柄がなく、葉芯の形は筆芯型で、先端も基部も尖り、体勢でやや密生してつく。葉芯の大きさは長さ2から4センチメートル。下は10月頃で、茎の先端も指溶液から花を出し、全体では塩水化除状になり、 上から順に開花していく。花は青紫色で、花冠の列片は幅広くて、長さ1から1.5センチメートル、白地に小紫色の線が入る。果冠の基部にある、線体は長い毛で覆われる。おしべは5本で花冠より短く、薬は暗し色。和名は紫線ぶりで、線ぶりに似て、花が紫色であることによる。 日本の本州の関東異西から四国と九州、朝鮮、中国東北部からアムールに分布がある。海岸からススキ草原などに生える。特に蛇紋岩地域によく生育する。蛇紋岩地は品栄養で植物の生育には不適であり、出現する種は限られているが、本種はそのような環境でも旺盛に茂り、時に背丈が1メートルになる例もあるという。 センブリエス・ジャポニカは本種によく似た植物で、本種の方が全体に大きく、また全体に紫色が強い。細部では茎やがクレッペンの円に隆起する細かな点があることや、蜜線香の毛に波状隆起があることなどで区別される。他に、イヌセンブリエス・ダイルータもあるが、これもセンブリと同じくらいかより、小さな植物で、またこの種は葉の形が 当卵型になる。他にも、同族の種は日本にいくつかあるが、それらの多くはずっと幅広い葉をつけるものである。センブリと同様に根に苦味があり、センブリの代用に利用されることがある。ただし薬局方からは、本種は除かれているとのこと。もっともそれ以上に、本種の方が希少であり、代用にするのは、現状では、難しそうである。 環境省のレッドデータブックでは、純絶滅危惧種に指定されている。県単位では分布域の多くの県で、絶滅危惧愛内市通に指定されており、また、東京都、埼玉県、奈良県では絶滅したと判断されている。以下、種として牧の P495 佐竹ほか P35 佐竹ほか P35 佐竹ほか P35 薪の P495 佐竹ほか、P35 ヤ原ラア監修、P174 佐竹ほか、P33 村田、P51 佐竹ほか、P35。ありがとうございます。